はい、こんばんは。賞味期限のお時間でございます。私バーチャルティ豆腐ようでございます。さあ1月も、入りまして、第2週ですね。もうまだ涼しくなったり暖かくなったりする時期が続いておりますが、皆さんどうお過ごしでしょうか。まあ今年もですね、いろいろと企画を作るということで打ち合わせ等々進めながらもやってる状況でございまして、なかなか面白いものができればなと日々思って生活をしております。さて今のところですけども、企画とか内容とかもノート出来上がってはきてるのですが、まだ実際のところどういう風にしていいのかわからない状況でございますが、まあ楽しく前向きにできればなと思ってやってる今日この頃でございます。さあ、まあそう言いながらも、季節的にも冬なはあるんですが、なんか最近暖かかったりとか寒かったりとかも多々ありますけども、まあまあ楽しくやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ先ほども話しましたが、1月になり、まあこの流れでいくと何か楽しいものができるかといろいろと準備はしてるんですが、まあ、まず桜祭りが、近々、開催されるのと、まあそれに伴い、まあ少しちょっと協力できる案件があればと思って今動いてるところと、まあ来月からは野球のキャンプが始まったりとか、いろいろ世の中動き始めておりますが、まあ実際のところ私たちもですね、いろいろと動き回っている割にはまあ進展しないところ多々あるんですが、でまあ、まあ先週からちょっといろいろと企業さんとかの打ち合わせとか行かせてもらったりとかしてるので、そこら辺もちょっと、かいつまんで説明できればいいんですけども、ちょっとまだ、震災の関係もあり、ちょっと大きく発表できないことも多々にありまして、今状況を見てるところでございます。まあそう言いながらと言いましても、下ばかり見ててもあれなので、上を見ながらも前を向きながらっていうこともあるので、まあその踏まえた上で今企画を作っていければなと思っているところでございます。まあ実際のところそういう風な流れで組みながらもなかなか前に進めてないっていうところも多々ありますが、まあそういうのも踏まえた上で、企画が作れればなと思っております。まあ実際のところ、なかなかそう言いながらもできてるところがあったりできてなかったりところがあるのも実際あるので、それもちょっと踏まえた上で、仕掛けを作っていければなと思っているところでございます。さあまあそう言いながらもですね、天気も最近はあったかかったり寒かったりとかして、体調の崩れとかもあったりとかするところでございますが、まあ前向きにイベントイルミネーションの現場とかも一応、行かせていただいて見てきてはいるんですが、まあなんて言えばいいですかね、これから新しくものを考えるのとかも必要だと思うんですけど、昔から継続されているイベント案件をうまく、取り入れながらやっていかないといけないところもありまして、そういうところも踏まえた上で今仕掛けを作っているところでございますが、まだ実際のところ、やはり年度末までちょっと言えないような状況になりそうな感じでして、まあ実際今話せる範囲で言いますと、前も話しましたが、アニメ関係とか、そちらに今ちょっとオファーをかけて、形を作り始めているところでございますが、まあ実際のところまだそこら辺が出来上がってないところもあって、ただちょっと言えないところもあって、ちょっと苦しいところはあるんですが、
それでもなかなか面白い仕掛けを作ろうということで動いてます。実際、現場の方も、会場ですね。会場の方も、年度末から、今月入ってもちょっと行かせていただいて見ては来てるんですけども、ちょっとなんていうんですかね、安全面とあとはグランド系になってくるので、少しその辺の水はけとか。そういうのもちょっと踏まえてみないといけないのと、花火まで上げるのであれば安全確保とかもいろいろ出てきてるんですけども、細かいところが多々にありまして、で、そういうところも全部、各市町村の観光協会さんとか、行政さん、警察の方とかもいろいろと相談させていただいてもらってます。まあ、アーティストさんの名前が今発表できればなと思いはするんですけど、まだ今のところ、どういうアーティストさんを、ブッキングできるかっていうこと自体もある程度は決まっては来ているんですが、実施をする前にいろいろとやらなきゃいけないことがあるので、そこら辺が出来上がってないっていうのがあります。それを踏まえた上で今仕掛けを作りながら各自ミーティングをさせていただきながらという形で、まあやったところですけども、先月から始まった番組なんですが、今のところずっとこういう状況、今どういうふうに動いていくかっていう、私がどういうふうに仕掛け作っていくのかっていうことがほぼほぼの報告みたいな形の企画になっているんですけども、まあそれはそれで、ゼロから作り上げているので何とも言えないところがあり、イベントメインの情報ではなく、本来であれば気になったお店とか、そういう商品であったりとか音楽だったりを紹介するっていう体で始めてはいるんですが、どうもこのご時世のタイミングが悪くてですね、あとまあ取材は兼ねて作ってはあるんですけど、まだ前に出すことができていないというのも現状ありまして、かなり、悲しくやってる状況ではございます。今現在、スタジオの方で収録はさせていただいてるんですが、ね、まあ昨日まで県内で有名なアーティストさんが、ね、レコーディングっていうよりは、練習兼ねてスタジオでやってまして、まあちょっと、発表前なのでちょっと言えないんですけども、まあスタジオの中でもそういうふうにアーティストのメンバーと話しながらどういうふうにやっていった方がいいのかねっていうことはやってます。実際のところ、面白いのは出来上がっては来ているんですが、内心どういう形で出来上がっていくのかなっていう不安も踏まえた上でやってるので、それはちょっとあれなんですけども、まあなかなか面白いことができればなと思ってやっておりますので、ぜひよろしくお願いします。で、一応ここで一曲だけ挟みたいと思います。ですね、実はですけども、今年のゴールデンウィークと、夏休みの両期間、ちょっと大きい企画を作るかもしれなくなりまして、実際のところ5月のゴールデンウィークには、謎解きゲーム的なようなイベントをちょっと今から準備入ります。まあ、全部中の問題とかも謎解きも私の方で考えるんですけども、その仕掛けを一本作ることになりました。まあ、正式に今まだちょっと、来週あたり現場の下見をしながら内容を固めていくっていうことになると思います。あと、夏休みの期間、VR お化け屋敷以外に、リアルの人が出てくるお化け屋敷の制作もすることになりまして、今、そちらの方の準備をするために、来週から、現場、こちらの現場の方を見に行って、制作の準備に入ることになりました。今年は、ゴールデンウィークと夏休みの企画っていうのは、毎年一応やってはいたんですが、コロナ前は結構頻繁にあったんですが、コロナが始まって、で、今のご時世になってきて、ちょっとそういう人が集まるようなイベントが極力減ってたんですが、やっとですね、そういうことができるような状況になるようになりました。楽しいことになりそうなので、まずそこら辺からちょっと一個大きいのを作りながら、行きたいと思ってます。今のところはテーマとか、シチュエーション、コンセプトっていうのを今、先にちょっと作らなきゃいけないので、今その準備に入っているところです。なかなかですね、それもなんか面白いことにできればなと思っているんですが、まあ、
今まで動いてなかったのが、久しぶりに4、5年ぶりに動いたりとかする感じになりまして、で、まあ、あとはこれもちょっとまだ先なんですけど、バーベキュー場のメニューの制作だったりとか、あと企画をちょっと作るっていうことも出てきましたので、そこら辺も踏まえた上で、なかなか面白いことが今年もできそうな感じになってきました。まあ実際のところイベンターとしていろいろと動いてますけども、まあなかなか面白くできると思ってますので、よろしくお願いいたします。これからお化け屋敷とかのリアルなやつも作っていくんですけども、まあ現状として今、さっきも言ったみたいに、コンセプトとイメージとテーマを作りながらと、あと規模と合わせながら作っていくんですが、それに対してのお化けの、役者さんのオーディションをやってみたりとかですね、これから仕込んでいくんですけども、なかなかこれがちょっと楽しいんですけども、会場が、今回ちょっとめっちゃ遠くてですね、那覇まで行かないんですけども、反対側の方でやる予定をしておりまして、実際のところをどこまでできるかっていうのも現場の確認次第なんですが、なかなか面白いことができそうな感じで、準備はしてるんですけど、あまりにも今回ちょっと会場がですね、ホールではなくて、もしかすると体育館みたいなレベルの大きさまで行く可能性があるので、それもちょっと考えながらも作っていくんですけど、まあ実際のところ、お化け屋敷っていうのも、なかなかリアル版が県内にはかなりほとんどですね、ないので、まあ期間限定ではちょっと、まあ多少ありますけど、今回もちゃんとお化けの方も、配置して、まあ県外にある一番わかりやすいシンプルなお化け屋敷というのを作るんですが、お化けの数とか内容とかもこれからね、ちょっと作っていくので発表できないんですけど、まあコンセプトを先にやるので、ポスターを先にちょっと作り込もうと思ってます。中にはいろいろと仕掛けの中でも面白いのができればなってことは準備はしてるんですけども、今までやったお化け屋敷、作ったお化け屋敷は結構評判が良かったんですけど、かなりですね、お客様が来られるのが開始からだいたい2、3週間後ぐらい、もう4週間ぐらいやってて、5週間かな?後半の2、3週間は、3、4、5かに関してはもう満席御礼になるんですが、それまではもうスカスカの状態で、テレビで取り上げてもらったりとか、まあメディアで取り上げてもらったり、SNS で配信させていただいて、テレビの CM とかもいろいろ結構やらせていただいてから集客を得てる感じなんですけども、今回もそういう形になると思うので、今、SNS 用の動画の制作に入ったりとか、まあ実際のところ、お化け屋敷になるので、まあ、使える使えない素材があるんですけども、それに関してもテレビ CM 用のショート版も作ったりとかもやるので、まあ、その中でいろいろと仕掛けを作っていくので、なかなか面白いのはできるかと思っております。面白いのって何かっていうのも最近ちょっと私の中にもテーマにはなってるんですが、まあ、喜んでいただいたりとか、リピートしていただければ、それはそれで全然ありだと思ってるんですけども、やはり思い出に残ってもらうというか、記憶に残るような楽しいものを作るっていうのが、従来の僕の目的というか仕掛けなので、まあ実際、今までコロナになる前までは結構いろいろとオファーがあって、それに見合った企画を作ってきてたんですけども、実際のところが今、集客つながって、マイオンデイですっていうのがかなりあったので、評価は良かったのかなと思ってます。で、今回は、新しいバージョンで考えているので、何が新しいのかっていうのも今からちょっとリサーチしながらも、作っていくんですが、なかなかですね、県外、海外踏まえた上で何が一番面白いのか、怖いのか。で、今回も、まあ、クライアントさんからよくこの話が聞くのは、怖いのではなく、ギリギリのところでっていうのがかなり多くて、今回もどこまで攻めていいのかも考えながら作り込もうとは思っております。実際怖すぎると会場は、他の元々の会場だったりとかするので、集客が弱くなったりとか、お客様の反応とかも出てくるので、それも踏まえた上にちょっとお化け屋敷に関しては作り込んでいきたいと思っております。特殊効果の演出とかになってくるので、AR 使うか、VR 使うかもあるんですけども、その辺も踏まえながらも、ゴーグルつけないで見える VR っていうのもできやするので、
その辺もちょっと踏まえながら、ちょっと作り込んできたらいいかなと思ってるところはあります。まあ、怖いっていう表現を、どこまで取れるかっていうのもあるのと、あと会場までのアクセスの方法だったりとか、駐車場の管理とかも出てくるんですけど、やはりまあ一番大切にしてるのは、怖いだけじゃダメなので、怖いの上にちょっとなんかストーリー性をくっつけていくっていうことがどうしても必要になってくるので、その辺もちょっと踏まえた上で制作していかなきゃいけないなと思っているところでございます。まあ、なんだかんだ言いながらもちょっとそろそろお時間にはなってくるんですが、折り返しに来てるんですけども、今月も申し訳ないんですが、なんか先月と先週同様、なんか感想文みたいな、報告みたいな形になってきてはいるんですが、まあこの時期ちょうど、そういう仕掛け時期でありまして、それを作らなきゃいけないということも前々分かってたんですけども、こんなにまで追い込まれるとは、私自身ちょっとびっくりしてるところもあるんですけども、まあそれだけニーズがあって、オファーがあったってことが一番ありがたいなと思ってるのはあります。まあ、契約書まではちょっとまだ結んでる状況ではないんですけども、まあ、次会うときが契約の段取りさえ組めれればなと思っているところなんですけども、やはり面白いのを作って、制作屋なので、企画屋さんなので、そこら辺をうまく、クラスさんに通して喜んでもらえて、それを代表していただける方の思い出になっていただけるように、頑張っていきたいと思っております。で、まあ、ツアーとかも実際あるらしいので、それにもちょっと便乗できればなと思ってはいるところではあるんですけども、なかなかその辺も難しいと思ってはいるんですが、まあ一つの提案を作ると結構いろんなものが付随してくっついてくるので、それもちょっといろいろ考えながらもやっていきたいと思います。まあこの時間ちょっと、お外の方は風も出てきてはいるんですが、いつ撮ってんだよと思われるかもしれませんけど、天気がですね、良かったりとか、あったかいのに夕方あたりからとか朝方ちょっと天気が落ちて、天気落ちてというか、気温が落ちて寒くなってるっていうのが結構あるんですけども、まあまあまあ、それもこういう季節だからこそ味わえる、なんか、日本らしさっていうのもあるかもしれませんけども、まあこれもちょっと五感も入れながら、ちょっと仕掛けを作っていきたいのと、あと先ほども、ね、先に話したんですけど、花見とか桜祭りがあるので、その辺もちょっと今回の、テーマの中にヒアリングしてきて入れてみたいなと思ってるのは多々あります。まあ実際のところ何が面白いのか何がいけるのかっていうのは先ほどがずっと僕というか私自身のテーマとしてやってるところではあるんですけども、まあそれでも、結果オーライということでやれればと思ってるので、まあ今スケジューリングを作って来週あたりにが現場の土気班行って、寸法を出してテーマ決めて、でクライアントさんと打ち合わせして予算決めしてとかいろいろそこから始まるんですけど、まあ実際のところですね、こういうことを言いながらも楽しんでやって作り込んで、なんか追い込まれてる感が結構楽しかったりとかするので、今回も面白いのができればなと思っております。さあ、それを考えながらですね、企画の方を作っていってるので、新しいものが出来上がる喜びと、受け入れてもらえたかどうか不安になる今日この頃を、考えながら生きてるところでございます。まあ大丈夫だと思うんですけどね、実際のところ楽しく作ってきてて、うまい具合に形をはめ込めることができたので、それも、やれれば、ただ私の感性が、どこまで世の中に通用するのかっていうのもあるかもしれませんけども、それも踏まえた上で、いろいろと企画を作りながら攻めていきたいと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。さあ、もうお時間的にもそろそろ、終盤、後半、迎えては来てるんですけども、今週は、まあ、政治式があったりとか、いろいろと、新学期が始まったりとか、皆さん、2024年スタートの状況なので、まあ、そこら辺も踏まえた上で、楽しくできればなと思って準備してますので、よろしくお願いいたします。まあ、お願い事してるのと、なんかどうしたらいいかわかんない、愚痴っぽいこと言ってるのがちょっと多いんですけども、まあ、それでも面白いことができればと前向きに動いてるところもやっぱあるので、あとは私の感性がどこまで世の中に通用するのかっていうのもあるんですけど、これでね、全然お客様入らなかったらかなりやばいんですが、まあ実際のところ、そう言われながらも、今までの実績ではなんとかかんとか埋めてこれたので、そこは大丈夫かなと思っております。さあ、こう言いながらもね、こんな金曜日の、夜中というか元の土曜日の朝なんですけど、まだ行かないか。
まあ、その深夜のこの寒い時間に、ね、どのぐらいの方が私の声を聞いていただけてるかわからないんですけども、ぜひともですね、今年はなんか面白いことが、できるような形で動いているので、番組内からいろいろと発信させていただきますので、それにくっついて来ていただければと、心から思っているところでございます。まあね、なんだろうね、作るのは作るのでいいんですけど、実際やってみないとわからないというのが多々にあるので、なかなか面白くやってますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それではもうエンディングの時間になってきましたので、お別れのお時間になりました。まあ今週もいろいろありまして、まあバタバタでしたけども、来週また、楽しいことが、見つかりますように、出会えますように心から願っておりますので、まあそう言いながらもですね、皆さん体調管理には気をつけて、風邪などひかずに、頑張ってきてください。まもなく、深夜になります。深夜なんですけどね。もう遅い時間ですけども、皆さん本当に風邪などひかずに頑張ってください。私もちょっと体調半分崩れてる状況ではありますけども、楽しくやってますので、で、また来週あたりに進展してれば、また報告させていただきたいと思ってますので、よろしくお願いします。さてさて、本当にあと2、3分で終わりだわな。でもね、私自身も今回、年明けていろんなところにお邪魔させていただいて、お話聞かさせていただいて、企画の話させていただいて、去年からの持ち込んでいる話かも膨らんできたし、なかなか、いい感じで前向きに動いてますので、ぜひともですね、これが身になるように努力していきたいと思ってます。皆さん陰ながら応援していただけると助かります。まあ、なんだかんだ言いながら自分で決めなきゃいけないというのは分かってはいるんですけども、まずはですね、動かなきゃ、何も始まらないので、今回は特にそれを、身に染めた思いで頑張らせていただいてます。企画が出来上がるのも生まれるのも私自身なので、作るのは、それに対してクライアントさんがいて、皆さんが来場していただいて喜んでいただける顔を見れればと思って頑張ってますので、ぜひぜひですね、そういうのも踏まえた上で、応援の方よろしくお願いいたします。私もいいものができるように、頑張っておりますので、そこら辺は、まあ、もうちょっとだけお時間かかってる感じですけど、まあまあ、12月からの放送から初めて、引き継いでやってますけども、なかなかですね、前に行ってない状況も多々ありますけども、ただですね、そう言いながらも、少しずつ少しずつ前には動いてますので、まあ面白いことができればっていうことが、ね、メインで考えて、あと喜んでもらえればいいかなと思いながらもやってますので、私自身が考えている提案できるものがどこまで面白いかは分かんないんですけども、ただ作んなきゃできないのも分かってますので、ぜひともですね、ちょっとずつですか発表していきますので、興味がある方があれば、ぜひ、会場の方にお足運んでいただけると幸いでございます。ただですね、まだいつやるかとか発表できてないのがあるんですけども、まあ具体的にゴールデンウィークとか夏休みとか7月とかいろいろと、いろんな企画の方、まあ年末まで話しいただいてますんで、で、それも踏まえた上で、細かくと、発表できればなと思ってますので、ぜひともよろしくお願いいたします。ではもうこの時間になりましたので、私としては今日はもう終了したいと思いますので、また来週よろしくお願いいたします。ではおやすみなさい。